挨拶しょうもない、こういうコメント打ってくるやつ大体がプロ隊でですね。ということですね、どうもカブです。今回なんですけども、 CR ガリルだよな。今シーズン強化来ているんですよ。まあよく言うね、隠れ強武器ってやつですよ、こいつが。今シーズンの一応強化内容が射程距離の増加、そして移動速度がわずかに増加、そしてエイム時の弾のばらつきが増加ってな感じで、射程強化とね、あとこのばらつきの強化に関しては中距離と遠距離がねバチバチに強くなってる。多分今日の動画でもほとんど打ち負けてないよ。まあ単発ガリロ使ってもよかったんですが、今回はね普通のフロートガリロ使っていこうかなと思ってます。おすすめのカスタマーはこんな感じ。別れの言葉はなしか。ブチブチにするぞ。皆さん見てください、飛行種 NA45 のダイヤ迷彩です。ということはですよ、7分か8分後に俺はね、こいつに切れてることでしょう。でもね、俺は考えた。この NA45 を逆に利用すればいいんじゃないか。ダイヤ迷彩ということは相当なこいつ持つやつ、NA45。ちょっと待って、これさ、ワンチャンしな、OK、大丈夫、大丈夫。今日もうさ、ゴリゴリにっていい。ガリルってね、その割と前線張れる武器やから、一旦少しから買っていっての。あのね、長押しからこのタップエイムにしてからめちゃめちゃね調子よくなった。ちょっと待って、その全然おんねや。ちょ、あーなるほどなるほど、結構その電気矢まで詰められてるって感じ。あ、絶対しないやつ。ちょっと待って、いやーこれ電気矢処理しないと無理やぞ。まず電気矢処理しよう。いやーお前なんで死なへんの、俺が死んで。頼む B 防衛してくれー。 NA 何のためにおんねんあいつ。ちょ、絶対これ相手にもらえるやつやん。ちょっと待って、これ一旦ここまで行ってもらっていいの。ちょっと待てよ、これ2回女2回をしっかりヘッドショットで効かして、そこも買っていって、でそこも、いやーもう無理やって、クイックウェックスの餌食になって思ってるザコどもが。ちょ待てよ、これさ NA45 攻められへんから、もうね、あの NA 以外の4人で攻めるしかないよな。お前大丈夫かそれ。いやこれワンチャン A あり、 A あり、全然 A あり、全然 A あり。でそこ打ち勝っていっての、とりあえずね打ち合わせろっていうのはかなりね評価されてから強いんじゃないかなと思って、いったそこ買っていっての。でこれ裏やな、裏にいるから、そこもしっかり買っていってんのでかいよ。オッケー、結構ヘイト稼ぎしてるよこれ。多分ねこのまま B っても無理やと思うんですよね。だからこうやって買っての、ああ、途中抜けしよう。オッケーオッケー、とりあえず取れた。いやこっからいけるよ、こっから始まるんだよな俺たちの物語が。ナイス、しかしでこれいるから、そこもしっかり買っていって、そこもしっかりアーマー剥がして命も刈り取ってので、これどうしよう。ちょっと待って、俺2人買ったからさ。いや電気はいけてそう、大丈夫、電気はいけてるか。いや俺はこれピューレワイヤー持ってきてるから、一旦そこしっかり買っていってもらって、いやもろて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 入ってもろて、赤爆発してもろて、爆発して、オッケー、ここもしっかり2人買っていっての、大丈夫、オッケーオッケー。いやこれ B 取れる、 B 取れる。いやマジでマジで取ってくれ、こっちから来ると思うよ。ちょっと待って、こう行ってので後ろから行って、このね火炎放射器っていうのはマジでマジでマジで持続時間が長いから前押しに適してるよな。でとりあえずこれはなんか謝ってくれてる、これ珍しいぞ、 NA45 が謝るところなんて俺初めて見たわ。とりあえずこいつはちょっと待って、前押してくれてるから一旦これは飛び立てて、いや後ろ防衛してくれてるからね。勝っての、いやー OK、 ライサンポチ、ライサンポチはそこ一旦もしっかり勝っていっての。打ち合いはね強化後ほんまに負けるくせえへんよ。でこ、あーこいつ、こいつだと後ろから行ってんな。オッケー、いやそれは借りたいね。いやー惜しい、まあ負けてますが、後半はねその有利ですっていうことで、まあ、こっから全然巻き返せると思うんだが、ちょっと待って、なんか一人迷してんな。でそいつをしっかり買っていっての、いやー全然全部崩壊してもらった。これ多分ね北手取られたよ間違いなく。一旦とりあえずね電気は取っていってもらって、で味方が B 入るの待つ、とりあえずここで。いやー最悪 B 取られたし、てかなんかね C 行ってるやつおるんやな。 C はいらんぞ。いやでもこれね、あの今20点差あるけど全然いけるわ。てかね、いやお前なんか裏返ってないか、大丈夫か、なんかカメロコーナーの裏を見たような気がするぞ今のは。そういう気分やったな、もうほんまに。このなんていうの、ガリルはってなることがないから癖がないよな、ほんまに。使いやすい、無反動、引きながら死ぬっていうな。てかさ、今シーズン RPD 強いし、 RPD の C アタッチメントもあるな。なんか RPD のねその C アタッチメントを出るっていうリークもあったんで、さっさとね紹介したところなんですけども、なんかこれ丁寧に一旦そこもしっかり買っていっての。いやほんまにねアップデート後のガリルは強すぎる。これ全然愛用してもいいかもしれない。ほらレーザービームなんよ、レーザービームじゃないけど、とりあえずこれはねそこにいるんで、ここだけちょっと警戒しとこう。いやーそれ誰、いやこれ女、オッケー、打ち勝っていっての。まあとりあえずそのクラスはストレークされていますが、もうね取られんかったらいいよ。オッケー、とりあえず俺これ抜け道から行ってもらって、少しか勝っていってもらって、ちょっと電気は取りてえな。ここでここで打ち負けると、だちょっとまた死んでしまうとめんどくさいんで、勝ってのでかいね、登ってくるよね。はい、レーザーガン。いやほんまにアップデート後ガチで強ない、別武器使ってる気分やけど。
下手したら AK より強いかもしれない。まあそれは言い過ぎなんだが、オッケー、戦っての、いやもうとりあえずここでいいと思うよ、ひたすら。まあとりあえずね、こいつの単発バージョンも使ってみたんだが、全然フロートでいいような気がするね。まあね、あの今の環境っていうのが結構ね、単発が弱いような気もする。そんなに刺さるかっつったらね、まあ別なところなんですけど、一つ買ってもらって、まあゴリアっているし、まあ取られてもいいでしょ、もう。オッケー、はい、打ち合い最強。そこもいるが、一旦引いていって、ワンチャン中入ってくるぞ、こいつ。大丈夫か。まあカスタムが強いっていうのもあるが、今のグラマス帯で約40キロはなかなか強いと思うわ。うわ、もうゴミマップからのゴミマップやねんけど、なんか相手になんか落ちんゴミ落ちとかよね、なんかくせえ名前のやつがいるんで、こいつ別に煽っても俺叩かれねえよな。俺悪くねえよな、こういうやつ煽っても。先に煽られてんから。俺が煽るわ。じゃあこれしっかり。なんだあのドルフィンは。いやーこれ脇変わるよな、これ。マジで思うんだけど。いや、それ絶対やるわ。一旦これスライディング決めて、買っての、で、えい、ちょっと待って。おるぞ。上やな、上上。真上にいるわ、これ。オッケー、そっ抜いてえの。オッケーオッケー。でも多分今のうちに、いや B いけると思うから、一旦トルビー耐えていってあげて、いやいけるぞこれ、普通に考えて、普通に考えていけると思うわ。オッケー、2人でとりあえず乗って、お前絶対死ねえろ。いやーこれちょっと味方待とうか。俺ちょっと1人死ねえぐらいし、今回でそのアドバンス UV でスワーム持ってきてるから、このアドバンススワームね出していきたいところであるんだが、下にめっちゃおるが、一旦そいつをワン買っての UAV 出して、これ降りたらこっちから来そうやな。もうとりあえずね、俺このマップそんなね実況したくないよな。やっててあんま思わないでしょ、このマップで。いや、これ打ち負けたくない。おっ、牛買っていっての。下女。そこも買っていって、まだ下おるから、ナイスナイスナイス。とりあえず打ち勝ってくれたみたいだが、そこもナイスカット、いいね。ちょっと待って、俺今日ガチ集中してる、ほんまに。核も全然あるぞ。そんなこと言ったらね、100% 出ないんですけども。俺が核あるぞって言って出たことないよな。で、これは、こいつ激量やから多分詰めていいと思う。オッケー、そいつ詰めて、終わったな、俺。バカかよ。オッケー、ちょ、オッケー、P90 拾っての、でかいよ。で、一旦これ、カバマッチしていこう。絶対刺さると思う、これ。おい！なんだこいつは！タイミング良すぎろ！まあ、とりあえず、あ、忘れねえだからよ。待って待って、今日、命かけてるって。命かけてる時の声出てるって。オッケー、とりあえずこれは2回、おらんか？大丈夫？あ、いなそうっすね。で、これ、アドバンスとこのアナイアレーターで組み合わせて、ゴミエムかましつつ、買っていって、はぁ！オッケー、買って、買って、あ、もう行こう行こう行こう、ほら、ほら、来なさい来なさい、おいー、オッケー。ちょっと待って、もう実況じゃないよ、これ。発狂なんよ、これ。一旦これは、こいつはなんかめっちゃ怯えてるぞ、大丈夫か。ちょっと待って。いや、こっちから来ると思うから、一旦そこも頭一回しかっていっての。で、こっから来るよね、まだ。そこも買っていっての。マジ、怯えてるって、どいつもこいつも。で、ワンチャン後ろから来ないから大丈夫か、オッケー。とりあえず今日はね、お前ら、俺の、うんこになってもらうわ。どういうことかっていうとね、再生回数稼いでね、お金稼いで、で、そのお金でご飯を送って、俺のうんことになると、そういうことなんだよな。で、ここはとりあえずこういうことすればいいから、買っての、まだいいね、ナイスナイス。ナイスナイスナイス、いいね。いや、今日の試合ガチで楽しすぎんねんけど。ちょっと待って。そこまで行って、そこしか買っていっての、これも A 取っちゃおうぜ。なんか。しかも一人途中抜けしたんですが、それは OK。まあ、控えめに言うても、今の CR ガリルって、マジ AK に並ぶと思ってる。それぐらい強い。だって癖がないし、中距離がね、特にその射程がもうビンビンに上がってて、で、ばらつきもね、強化されてますから、まあ、そうなったらもう最強クラスっちゅうわけですよ。中距離性能に関してはね。で、これ待って。敵ワンチャン内容チルぞ。OK、一旦買っていっての、ほら、中距離がほんまに負けるくせえのよ。あいつら何してんねや、界隈のブスってやつ。怖いってあいつなんか、脳犯されてない。オッケー。いや、女、これね、絶対俺のことこいつら恨んでると思うから、ワンチャン登ってくんのよな。オッケー、カットして、スワンまで貯めて、そこもカットして、アドバンス貯めての、ちょっとこれワンチャンいけるかもしれんぞ。アドバンス出しながら、下から来てるんで、ちょっと今日マジで遠くで癖ていい？いつも捨ててるけど。勝ってーの、勝ってーの、勝ってーの、で、しょっからしてきてんな。ちょ、ほんま追いかけてくんな、こいつ気持ち悪い。な、くんなって、こいつ。勝ってーの。おーい、もう C、お、なんか言ってるぞ、こいつ。みんなこれは負ける。だから C を守ろう。ということは C を取ってやるよ、これ。C 取るぜ、これ。勝ってーの。勝ってーの、OK。相手のプライドをひしょったるで。オッケー、勝っての、勝っての、勝っての、あ、まだ一緒、勝って、終わった。うわー！はいはい、オツでーす、オツでーす。
俺のうんことかしてください。あの俺にこの再生回数稼がして俺のうんことになってくれ、頼むから。おい、何お前そこで頭を殺して頑張ってしとんねん、ほんまに。あれ女勝ってえの。いや、ほんま打ち合い強いな、この武器。くだらんって、ほんまに。女の話並みにつまんないって。そんなこと言うからお前はモテねえんだよな。で、勝ってえの。これはもう、あの世に旅立ったおばあちゃんも泣いてるぜ、強すぎて。はい、毎度あり。5ですって、なかなかやばくないか、今回。ってな感じでどうだったでしょうか。まあ、強化後の CR ガリルが、まあ、よく言う、まあ、隠れ強武器ってやつ、なんじゃないでしょうか。まあ、皆さんもぜひ一回は使ってみてください。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。